って、これ実はネオジウム磁石で、こっちが倒してみて。うん。そうそうそう。はい。で、電気信号がスマホから聞こえてる？めっちゃ聞こえる。うん。音楽流れてる。うん、この、紙コップじゃねえや。紙、紙なんだ。紙皿？紙皿。何て言うんですか？そこで引っかかってる。紙カップで。紙カップで音が聞こえてるようになったらしい。どんなになっていくかって、これ実はネオジウム磁石で、こっちが倒してみて。うん。そう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 。はい。ね。そうそう。また上げたら。ここだね。で、ここがほら、エナメル線でコイルになってるわけで、ね。で、電気信号をスマホから送ってくれてるんだけど、で、ここで、いわゆるほら、増幅信号がこう来て、ね、そう、電磁力でこれが、あの、紙のコーンがね、こう振動して、まあ、スピーカーみたいになってるってことだね。振動に。そう。そう。よいしょ。この部分は、あの、作るの大変だから、これね。イヤホン。そう、これ100均で買ってきて、あ、いいよ、つけといて、うん。この部分ね、ちょっともったいないんだけど、うん、ちょん切って、そこの線をちょっと、あの、いただいて、そうそう、つなげて、うん、で、エナメル線つなげてるっちゅうだけ。そう。これまあ、2つね、あって、今ほら、ステレオ音源で来てるから、うん、一応ステレオなんだよね。昔はさ、あの、いわゆるモノラルでこれ教材として作ったんだけど、ただ難点があって、ほとんどみんな iPhone だから、このアダプターがちょっとなくてっていう。ライトニングに変換するやつがないとですよ、ね。そうそうそう。そこの部分がちょっと入手が難しくはなってるんだけど、スピーカーの原理をね、学ぶっていう意味ではこういうの、実験工作としては面白いのでね、変換、なんていうの、ケーブル。そこの部分を除けば、割と安価にできるの。Android 携帯ならなくてもいいんですけどね。あと家にラジカセがあるとか、あとテレビはみんなこれだから、そうですね、一応それでそれつなげることはできるかなって感じ、まあ、その端子の口が合えば変換アダプターなしでもできる、うん、だね、まあ割とね安価にできる電気工作かなっていう、うん、イヤホンもすぐから分かると、確かにね、ただ思ったより音がないんだけど、聞こえるは聞こえる、聞こえる全然、うん、ラジカセを、だって昔はね、ラジカセってみんなわかんないかもしれないけど、ラジカセやると結構大きな音になって。大音源、大音量。こんな感じかな？はい。つうわけで、うん。ちょっと見せたいところここにある、はい、裏側、まあ、やっぱ裏じゃないですか、やっぱり。これネオジム磁石でコイルになってて、うん、その力が振動になって伝わって、うん、音が。いや、本当中身が一緒だよっていうね。うんこれネオジウム磁石が2つあるって気がついた。この表と裏です。今ここにあるのと。パチンってくっついてるのね。こちらね。そう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 。うんね、はい、じゃあそういうことで。